T シャツ、コンクール、応募が出揃いました。ありがたいね。全部で19通ぐらいということで、じゃあ一つ一つ見ていきましょう。見ていきましょう。じゃあこれまず自分のから言っていい？はい、どうぞ。自分のやつがまず1個目が、まあ、これだね。前を。ああ、はいはい。ですね。はい。そして、2個目が、はい。唐揚げ棒を食ってるやつだね。おー、光るといえば。光るといえば。唐揚げ。そして、それのカラーだね。カラーバージョン。カラーバージョンだね。さらにもう一つが、あの、はい、第4話の名シーンのあの、クマにリンゴをあげてるやつだね。はいはい。あ、いいですね。そして、こっから、あれだね。字も入れて、バイクっぽい。これはこれおならだね。おならだね。おなら。して、これだね。これも結構いいんだけどね。はい。かわいい。かわいいですね。それと、あれだね。バイク&唐揚げスティック。ピカルンといえば。ピカルンといえば、バイクと唐揚げ。唐揚げと。わからない視聴者さんですか。視聴者さん。そう。この中にピカルンのやつも入ってるんだよね。入ってます。じゃあまず1個目、はい、これですね。あら、ピカと可愛らしいけど、なんかどっかで見たことある見たことあるような。これがまあワンポイントなのか、全面にドンなのか。なんか次のお便りがこれ、はい、これはこれはなんだ。これはワンポイント。これはこれは全面これはどう。これは光るピカルンということでことなのかな。よろしいですかね。次ですね。はい。ん、あ、こういうことか。ああ、アイラブバイクってことかな。心臓じゃないか、これは。これ、心臓ですか。心臓じゃない。ラブだな。ラブだ。ハート心臓みたいな。じゃないかな。これ下書きした後、陰謀かと思ったけど、下書きした後ですね。陰謀じゃない。陰謀かと思って、これ必死に取る。次、ああ、なんか、いいですね。いいですね。うん。いいですね。いいですね。うん、いいですね。新キャラ。新キャラみたいになってるみたいになってますけどね。このおじいちゃん出てないかな。え、これ、H は H は何の。え、これ、ピカルンだから P なはずなんだけど。誰だ、何の H なんですか。誰だこれ。謎が。いやでもね、これもちょっと疑惑だし。これちょっと疑惑がありますね。謎の H が。これピカルンっぽいね。あ、これ僕ですね。そうです、そうですね。これいいね、いいね。これは、まあ、いいよね。シンプルにいいかなと思って。これいいわね。はい、いいわ。これいいですよね。いい、いい。こんな感じで、はい。もう一つぐらい作ったらな。あー、パンクでね。あ、こういうのいいね。この PKCH っていうのは、ピカルンチャンネル。あ、ちゃんと分かるよね。そうそうそう。続いていきますよ。はい。誰だこれ。バイクの。タイヤ浮き輪でしょこれ。なんでこれ、ドーナツとかじゃない。ドーナツ、浮き輪に見えるけどな、俺にはこれ。お、お力作ではあるね。すごい。これすごいですね。力作ではあるけど、あれ突っ込むとすればよ、はい、突っ込むとすればピカルンはブリーフかなんか入ってるね。ブリーフじゃない。ブリーフでなんか手が日焼けのなんか日焼けの日焼けの帽子のやつ。おばちゃんつけてるやつ。おばちゃんつけてるやつだね。で次がこれですね。高ぶる機械ですね。これすごいですね。目がすごいね。これどうやって描いたんだ。で、多分このシリーズなんだね。ああ、はいはい。チャライピカル。ああ、いいですね。面白い。で、あ、まだ続くんだ。これなんていうんだろうね。なんか古臭い感じがさっきからするんだけど、これは一緒にこれは年配の視聴者さんから。
完全に年配の方ですね、これ。仮面ライダー。もうバイクが、バイクが違いますね。一個も全然違いますね。今日最後に届いた。素晴らしいです、ね。これ一番バイク忠実だよね。ね当然ね。年配の方とはやっぱ年配の方が違います、ね。違う。分かってます、ね。分かってるよね。分かってるよね。で最後ですね。最後までこうテイストがガラッと変わって。最後。ほら。これすごいですね。これ少女漫画。少女漫画で行きましたね。あこれは猫、ね、猫。猫ね、あ猫とかけてんだ。そうだそうだ。そうだと猫。あ猫出てくるからね。素晴らしいですね。締めをお願いします。皆さんお楽しみに。